ガチンコ大和クラブ、今回のトレーニングメニューはアクセラレーターツモです。やはりツモというのはですね、常に全身全力、どんな状況でも力強く行わなければいけません。プロ選手としては失格になってしまいます。今回はですね、力強く積もるためのトレーニングを行っていきたいと思います。大和プロ、ツモに自信はありますでしょうか？そうなんですよね、ツモ若い時は自信あったんですけど、やっぱり40代になって積もり力落ちてきてるなと思うんで、このトレーニングでもう一度あの頃の積もり力を取り戻したいなと思います。ありがとうございます。それでここで積もり力を取り戻していただきたいと思います、はい、ではですね、トレーニングの説明をいたします。今からアクセラレーターという器具がこの JB スポーツさんにございまして、それを山田さんにつけていただきます、はい、このアクセラレーターという器具をつけていただいた状態で、後ろに引っ張られながらもその力に逆らって前進していただいて、前にある麻雀牌を1枚ずつめくってください。1枚めくってまた戻って、また前進して1枚めくってまた戻ってというのを繰り返し、14枚すべてめくって役を完成させたらトレーニング終了となります。できるまでじゃあ終了しないと。そうですね。このどんなね、はい、めくればいいだけ。そうです、この積もるためのこの推進力というのがやっぱ勝利を生むということで、はいはい、森川先生よろしいでしょうか？そうですね、なんか簡単ですよね。そうですよね。めくるだけですからね。そうです、やっぱそうですね、ちょっとずつ猛進って言いますからね。そうです、ただただこう前進して進、はい、めくる、はい、であとは、はい、山の方がどれだけ上がりたいかってその一心にかかってる。なるほど、やはり上がりたい、積もりたいというね、この力欲求です。決勝だと思ってます。なるほど、はい、そのハングリーさ、はい、ぜひそこを、ね、見せていただきたいと思います、はい、さあそれではまた準備に入りましょう、はい、ではまず山田さんにですね、ちょっと見本を見せていただきたいと思います。アクセラレーターとはこういうものだというので、山田さんお願いします。よし、はい、ちょっと待ってください、気合入れるから。はい、いくよ。はい、走る、そしてめくる、戻る、走る、めくる、戻る、走る、めくる、戻ると。いや、そして走る、めくる、うん、おい、なるほど、ありがとうございます。このように後ろにですね、引っ張られるこのアクセラレーターという器具をつけた状態で前進していただいて、大和プロの場合は前にですね、14枚の牌がありますので、全てめくっていただいて役を完成させていただきたいと思います。ガチンコ大和プロ、では大和プロに準備をしていただきました、はい、アクセラレーターツモトレーニングいきましょう、お願いします。あ、まず1枚めくった。さあそして戻る。さあ続いてきた、きた、おお、すごい、さあ、アクセラレーターの推進力とんでもないですからね。まだ2枚投げながらね。3枚目、さあ、めました。低くで低くで、そうそうそう、そして戻って、さあそして、はい、4枚目です。さあ、いけた、きた、いけた、いけた、積もるんだ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 、素晴らしい、ナイスです、ナイスです。森川先生、山本プロの頑張りいかがですか、これ。すごいよ、これ、これ積もが上がっちゃうよ、これ。つまがっちゃうよ、これ。つまがっちゃう、上がりたいんだろ、ヤマト。上がりたい力がないけど、上がりたい力がないけど、目つきが変わりました。あ、プロになってきたよ。やっと目つきが変わりました。来た、素晴らしい、今までで一番の推進力。すごい、すごい、これ。すごい、すごい。あ、やったもん。戻って戻って、はい、相談して振り切りましょう、はい、さあ来た、来た、あ、すごい、すごい、さあ来ました、確実にめくりました。上がりたい気持ちが伝わってくる、来ますね、はい、やった、うん、うん、すごい、やった、すごい、山本さん頑張って、頑張れ、頑張れ、声援が届いてます、山本さん頑張れる、声援が届いてる、さあ、いけるか、
今7枚めくりました。あと半分です、うん、はい、7枚まで来ました。はい、来た、うん、めくれた、めくれた、めくれた、素晴らしい、めくれた、素晴らしい、素晴らしい。さあ、確実に戻って、まあ、ファンが待ってるからね、はい、町の時もファンの皆さんで町の番組に山子さんの角をめくれた、めくれた、素晴らしい、素晴らしい。ヤマトさんを上がらせまいとしてくる。いや、まあ、相手も強いね、やっぱりね。相手も強いですね。相手も上がらせるのはいけません。やっぱ麻雀の対局ってそういうもんですよね。いや、最強戦だって言ったじゃない。そうです、ね、最強戦の決勝だから、これ。力ですね。しかし、あと5枚になりました。はい。確実に抜くれています。何さ、取れるか。来た、素晴らしい、抜くれた、さあ、ハクが出てきました。10枚抜くれました。あと4枚。あと4枚だろ。あと4枚です。頑張れ、はい、はい、さあ来た、11枚目、11枚目、うん、出てきました、いいね、頑張れ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 、ここで渾身の相撲、頑張れ、頑張れ、さあ一度息を止めていただいて、はい、さあ激が全身飛んでおります。みんなが山本さん見てますよ。来た、来た、12枚目、うん、おー、いいぞ。さあ、あと2枚です、クライマックスですね。相当辛い、いいシャンテン、いいシャンテン、いいシャンテンの状態です、いいシャンテンです。やっぱりもう上がるっていうのはそのままに辛い。さあ、でもここで来た、さあ、テンパイ、テンパイになりました。テンパイです。よし、すぐ行け、テンパイ、はい、すぐ行け、すぐ行け、上がろう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 、詰まって、はい、当たった、国士無双完成、素晴らしい、素晴らしい、見事、見事上がりました。山本さん戻される、戻される、あつやれば戻される。山本さん見事上がりきりました。すごかったです。大きく大きく息をしますけども、はい、いかがでしたか山本さん。いや、なんかこの気持ちって自分がちょっと輝いてた時のあの気持ちだなと思う。なるほど、あの頃の自分が一番輝いてた気持ちをちょっと取り戻せました。はい、ハングリーさって大事だな。積もりたいというこの推進力大事ですね。はい、いや、でもこう見てる側も感動しました。素晴らしいトレーニングだったと思います。これからも逆境に立ち向かいながらマーちゃん頑張ります。ありがとうございます。素晴らしいです。ちょっといいですか。はい、ですか。はい。あの新刊が出たんです。はい。森カフェの新刊、初めての新刊ですね。マーちゃん営業を見てる人に、はい、あのぜひ浜田君から、はい、宣伝をしていただきたいなということで持ってきたんですけど。なるほど、なるほど。これ持ってカメラに近づいて、はい、初めの一歩発売中って力強く言ってます。絶対出ると思うんですよ、はい、なるほど、アクセラレーター宣伝がしたいです。そうです、わかりました、よろしくお願いします。山本さん、最後アクセラレーター宣伝お願いします。山本さんに決めていただきましょう。アクセラレーター宣伝です、お願いします。よろしくお願いします。よし、はじめの一歩132巻高村対ケイス絶賛発売中、みんなぜひ買ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい宣伝でした。ありがとうございます。素晴らしい宣伝でした。ありがとうございます。売り上げも期待できます。さあ今回は、はい、アクセラレーターツボを見ていただきましたが、ガチンコ大和クラブ見届け人の東プロいかがでしたでしょうか。大和チャレンジ、はい、大和陸上と来て、はい、ガチンコ大和クラブ、はい、やっと見れるものになってきました。いやね、ちょっとね、これ3本目じゃないですか。はい、3本目です、ね、結構グッときますね。やっぱすごいんですよね、うん、大和プロの頑張りもさることながら、はい、周りの煽りがもう、うん、すごくてですね、あの星野さんだと思うんですけど、はい、もう本当にトレーナーになりきるようにそうですね、はい、ヤマト頑張れみたいな、お前行けとか言って試合中かなってもう全員がセコンドの気分にちょっと、ね、なってる感じがありましたね、はい、あとやっぱり森川先生がちょっと受けすぎ
あの多分普段、はい、あの、はい、事務生を多分たくさん見てて、はい、ああいう方って多分もういないじゃないですか。まあそうですね。一生懸命やって失敗して、まあその、はい、なかなかうまくいかないヤマトを見て笑うっていうのはちょっとなんかこう非常に微笑ましいというか。そうですね。はい。あんなに一生懸命やって、はい、一生懸命ゴロンゴロン転がってる大人見て爆笑っていうのは、はい、やっぱり見たことない光景なのかもしれないですね。なんか聞くところによると、はい、あの本の宣伝はもうアドリブいきなり完全にアドリブです、はい、急に森川先生が新刊出したんでどうしたのかなと思ったら宣伝してほしいんですって言い出して、あこれはもうじゃあやりましょうってなったんですけど、宣伝をしてほしいのかヤマトが転がるのを見たいかどうしたのか、はいあそれちょっと一回ね、ぜひ、ね、はい、見直してほしいんですよ、はい、一番面白いのは森川さんがヤマトが転がってる時に、はい、顔めっちゃ伏せて笑ってる、大爆笑なんですよ森川、ずっと大爆笑なんですよ。そこはねちょっとねぜひハイライトとしてね、はい、見返していただきたい場面です、ね、そうですね、ぜひ皆さんも、ね、確認していただきたいと思います、はいはい、さあ無事にアクセラレーター脱毛トレーニング終了でございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや素晴らしかったです。感動しましたね。はい、はい、そして無事に初めの一歩最新刊で宣伝ができたということで、はい、ありがとうございます。ツモ力も高められれば宣伝もできてしまう、それがアクセラレーターツモ、素晴らしい。山田さん、はい、山田プロの頑張りいかがでしたでしょうか。やっぱりこう上がりたい、積もりたい、うん、もうやっぱりここですからね、うん、いくらこう邪魔されても、はい、積もりに行くっていうね、気持ちは鍛えられる、ハートを見せていただきましたね、はいはい、そして森川先生、無事に宣伝もできましたが、いかがでしたでしょうか。とね、やり終わった後に、はい、あそこもやって、本当に熱いハートを、ね、感じました。ありがとうございます。これはもう初めの一歩に大和さんが出る日も近いかもしれませんね。いや本当にね、はい、幕の内一歩、はい、うん、大好きなんですよ、努力家でね、うんうん、ありがとうございます。不器用なんだけど、努力で世界に立つ、まさしく僕が目指しているプロ雀士、本当にこれからも頑張ります。ありがとうございます。ということで無事に終了いたしましたので、続いてのトレーニング参りましょう。アクセラレーター積もを突破したヤマトの目の前に信じられないマシンが登場。麻雀の神はどこまでヤマトを苦しめるのか。しかしヤマトの心は折れない。宝珠をくぐり抜け、勝利という豊穣の報酬を手に入れろ。合ってます。合ってます。これには赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマを着て炙りかぶりを食べている新春シャンソンショー歌手も手を止める。次回ガチンコヤマトクラブぐるぐるリーチ棒回避、アベマプレミアムはプレミアムだが、麻雀遊戯王もプレミアム、麻雀遊戯王もプレミアム、麻雀遊戯王もプレミアムオブプレミアム、プレミアムプレミアムプレミアムオブプレミアム、プレミアムオブプレミアム、突然言えなくなるな。風が吹いて